第1会場、Shintō Musō Ryū Jōjutsu です。Shintō Musō Ryū Jōjutsu は、約400年前に、Muso Gonnosuke Katsuyoshi により創始された。Gonnosuke は、Shintō の出身であったが、宮本武蔵との試合で、二天一流の十字路面にかかり、押すことも引くこともできずに敗れた。以来、諸国を遍歴して不風に専念。筑前宝満山の鎌戸神社に祈願し、
室町時代の武士の伝統を受け継いだ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 武士の伝統を受け